アーニー・エイチ・テレムはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の元スポーツエージェント。2015年から NBA デトロイト・ピストンズを運営するパレス・スポーツ・エンターテインメントの副会長を務める。NBA とメジャーリーグ・ベースボールを中心に手がけ、アメリカ合衆国で最も影響力を持つスポーツエージェントの一人だった。 1976年にハバフォード大学を卒業し、1979年にミシガン大学ロースクールで法学博士の学位を取得。その後はカリフォルニア州ロサンゼルスの法律事務所に勤務し、1981年からスポーツエージェントとしての活動を開始。1982年から1988年までは、 NBA ロサンゼルスクリッパーズの相談役を務めた。野茂秀夫の MLB 挑戦の際には、野茂の代理人を務めた、団の村から相談を受け、日本の球団を退団し、MLB 球団と契約する抜け道が、任意引退扱いであることを発見した。ロサンゼルスに本社を持つスポーツエージェント会社、ワッサーマンメディアグループの主任代理人を務めていたが、2015年に、 代理人業から転身し、NBA デトロイトピストンズを運営する、パレススポーツエンターテインメントの副会長に就任することが発表される。A.B. アーンテレムビオ、ザ・ハフィントン・ポスト、2011年11月5日、閲覧松井の代理人テレム氏の手腕、NBA 選手も担当する実力者。ザクザク、2011年11月6日閲覧。 ありがとうございます。